先輩に憧れたからですし、ミミちゃんはテレビで色推し特集を見たからだったと思います。あ、先生、今日はこのくらいでいいですか？はい、これからラクロス部の練習なんです。いえいえ、それじゃあまた明日。
し盛りになった理由を聞くんじゃなかったんですか？いいですよ、もう。のぞみ先輩が星盛りになった理由は自分にしかできないから。はるかちゃんは怪我人を出したくないからですよ。今日の先生、なんかおかしいですよ。ラブレターって何ですか？信じていいんですか？わかりました。それなら信じます。ここは学園の正門です。裏門もありますけど、基本的にはこっちを使うことになってます。
様の声が聞こえるのは特別な力を持った人だけらしいですよ。もちろん神樹様の意志だと思います。先生、神樹様が先生を選んだ理由ですよね。後で私も一緒に考えますから、今は急ぎましょう。もう忘れたんですか？そろそろ奪還授業が始まりますよ。私たちは星守です。当然のことをしたまでです。先生、お父さんみたいだね。恋人みたいでもあるけどね。それ落ちていたので、私が先生の机に置いておきました。くるみ先輩が、とにかく私のポエムを返してください。私たちが迷ったり悩んだり傷ついたりしたら、そっと手を差し伸べてくれる。先生が選ばれた理由はそういう優しさを持った人だからだと思います。先生の歓迎会まだやってない。
から先指導を仰ぐ方との親睦を深めることは重要だと思いましたので。理由は何でもいいからさ、思いっきり楽しんじゃおうよ。先生のため生徒たちが自発的に企画したんです。遠慮せずに参加してあげてください。そんなの後。